次が最後の子供の家だ。行くぞ。うん。って、そんなに走らないでよね。オーケー。このシーンもバッチリだね。本番まであと1週間しかないし、このまま通し稽古に入ろうか。おお、やっとここまでこぎつけたな。だが、ルイ、ネネの歌はどうなんだ？まだかなり悩んでいるようだが。そうだね。だけどこれは、技術的な問題じゃなく、ネネの心の問題だから。僕らができるのは、見守ることぐらいだよ。だから今は、先に進んで待っていよう。ネネが、歌だけに集中できるようにするためにもね。でも、待ってるだけじゃやだよ。私も何かできたらいいのに。あ、それなら、失敗する前の、昔のネネの歌い方がヒントになるかもしれない。じゃあ、昔のことをいっぱい思い出せればいいのかな。ネネちゃん！何？あのね、私ネネちゃんのこともっと知りたいって思ったの。ん？私のこと？ネネちゃんは昔からショーやってるんだよね。どんなショーやってたの？どのショーが一番好き？それから、ちょっとそんないろいろ聞かれても答えられないってば。それに今は練習中でしょ。本番まで時間もないんだから。そんな話また今度に。やだやだ、今知りたいの。お願いお願い、今度、私のたい焼きあげるから。いや、たい焼きはいらないから。そうしたら、ここで休憩を挟もうか。その間に話をしたらどうだい？思い出話に花を咲かせるのも、たまにはいいだろ。休憩の間だけだからね。ショーを見た日は夢にもショーが出てきたの。ああ、
それは私もあったな。夢の中だと自分がステージに立ってるんだよね。そうそう、それでいっぱいショーして、朝起きるとベッドの下に落っこちてるからびっくりしちゃうんだよね。それはないかな。どんな寝相をしてるんだお前は。しかしネネたちも家族と一緒にショーを見てからショーをやるようになったんだな。俺も最初に見たショーは家族と見た。入院しがちな妹が久しぶりに出かけられると喜んでいて、そのショーで妹があんまり喜ぶものだから、俺もこんな風に妹を笑わせられたらと思ってショーをするようになったんだ。そうだったんだ。それからはずっとショーの練習をしていたな。歌とダンスとポーズの研究をよくしたものだ。僕とネネもショーを見た後はよくショーの練習をしていたよ。ルイは昔から無茶なことばっかり言ってたけどね。川に飛び込めとか、橋でジャグリングしろとか。おや、そうだったかな。ちょっと忘れたふりしないでよね。ちっちゃいみんなのショー見てみたいな。幼い俺のショーならば見られるぞ。親が映像で残していたからな。本当に？今度見せて見せて。幼い頃の司くんか。きっと演出しがいがあるだろうね。その顔はやめろ。その顔は。小さい頃か。ショーを知ってからはゲームも漫画も投げ出してずっと歌ってたな。朝から晩まで歌ってたからお母さんにも怒られちゃったけど、でもすごく楽しかったな。